チャールズ・ミルズ・マンソンはアメリカに存在したヒッピーのコミューンの指導者であり犯罪者。1960年代末から1970年代の初めにかけてカリフォルニア州にてファミリーの名で知られるコミューンを率いて集団生活をしていた。1969年のデートラビアンカ殺人事件で悪名高い。ファミリーが出来上がり始めた当時のマンソンは 様々な犯罪行為のために強制施設で、それまでの人生の半分を過ごした。殺人を犯す前の時期の彼はミュージシャンを志しており、ザ・ビーチ・ボーイズのデニス・ウィルソンとは人を介して、つながりがあった。マンソンによって書かれ演奏された曲が、数曲レコーディングされており、ガンズ・アンド・ローゼーズ、マリリン・マンソンを含む歌手たちが、数十年にわたって、彼の歌をカバーしている。 マリリン・マンソンのリードボーカリスト、ブライアン・ヒュー・ワーナーは、マンソンの名を悪の象徴として使用している。マンソンの支持者らは、1969年の7月と8月に4カ所で9件の殺人を犯した。殺人の動機についてマンソンは異議を唱えたが、ロサンゼルス軍検察はマンソンが人種間戦争の勃発を起としたと結論付けた。1971年に、 1> 第1級殺人罪と映画女優、シャロンテートを含む7人に対する殺人の共謀罪で有罪判決を受けた。検察の主張によると、マンソンは直接には殺人を指示しなかったが、マンソンの主義主張は共謀の明白な行為を構成するとされた。カリフォルニア州の最高裁判所にて、1972年にマンソンに対する死刑が決定したが、 死刑制度が一時的に廃止されたことで、マンソンは自動的に終身刑に減刑された。カリフォルニア州では最高刑として死刑が復活したが、コーコラン刑務所に服役中のマンソンには何ら影響を及ぼすことはなかった。富士ターミナルアイランドでのマグショット売春婦をやっていた16歳の家出少女であるキャスリーン・マドックスとカール・スコットという男の間に生まれる。 母親から育児放棄されたため、数ヶ月の間、戸籍もない七しの赤ん坊として過ごしていた期間もあったが、生を受けてから数ヶ月後には、チャールズと名付けられ、その当時に母が気まぐれで結婚していた男性のせいであるマンソンをもらい受ける。5歳の頃に母親とその兄がガソリンスタンドを襲撃したことによって逮捕され、懲役5年の実刑判決を言い渡されたため、 祖父母の家に引き取られ、育てられた。しかしその後、親戚を転々とし、最終的に12歳で、孤児院に入れられた。孤児院を脱走して、母に再会するが見放され、逃亡途中に、野党で、現行犯逮捕された。事前ホームに入れられたがすぐに脱走し、犯罪を繰り返しては、施設を出入りした。16歳で救護院に、表面的には、 模範収容者として振る舞いつつも他の収容者に重傷を負わせ少年院に送られた。1954年に19歳で仮釈放され、ウェイトレスと結婚し子供が生まれたが、自動車泥棒で逮捕され別れた。刑務所ではセラピーを受け、人を操る才能に磨きをかけ、元ギャングからギターを習った。 景気を終えたマンソンが出国したのは1967年3月21日で小銭とギターだけを持ってバスでサンフランシスコに向かった。1960年代後半のサンフランシスコはヒッピー文化に浮かれていた。街には長髪の若い男女が溢れていた。若者たちはベトナム徴兵を寄付することに熱を上げ、ハイトアシュベリー地区では LSD とコカインを楽しむヒッピー文化が盛んだった。マンソンは街角で歌いながら図書館司書のメアリー・ブルンナーと知り合い彼女のアパートで同居するようになる。言葉巧みに若い女たちに同情してドラッグも与えて心をつかみアパートへ連れて行き同居した。1968年にロサンゼルスのハリウッドに数十人のメンバーと移りドラッグ売買、物乞い。 クレジットカード泥棒で生計を立てながら言いなりになった女を使って男もメンバーに加えた。ロックバンドザ・ビーチ・ボーイズのメンバーデニス・ウィルソンはヒッチハイク中のファミリーの少女を乗せた縁でマンソンを紹介された。親しくなったファミリーは彼の屋敷に居候することとなる。紹介されたミュージシャンでプロデューサーのテディ・メルチャーのプロデュースによってマンソンは シンガーソングライターとしてデビューする予定だったが、結局テリーが約束を守らずに、マンソンのデビューの夢は流れた。1968年5月、ウィルソンが転居したため彼の屋敷から出た、マンソン一行は、カリフォルニア州チャッツワースにある西部映画撮影用のスパーン牧場を知り、この地のオーナーである盲目の老人、ジョージ・スパーンから、馬の世話と日々の雑用をする代わりに、 ファミリーが移り住むことを認めさせた。ここでは量販店から廃棄食料を調達し、大抵の時間はドラッグで陶酔するかセックスをして過ごしていた。マンソンは間もなく黒人たちが放棄して白人に戦争を仕掛け、白人を全滅させて世界を支配するという高等無形な終末戦争論に取り憑かれていた。この黒人対白人戦争が勃発するその日のことを マンソンは、ヘルター・スケルターと呼んだ。カリフォルニア州中部のデスバレーに、巨大な地下世界につながる穴があり、この穴の中で、ファミリーたちは、終末戦争の間、暮らすのだという幻想に取り憑かれていた。ファミリーに、え、ルター・スケルターへの備えを呼びかけた。戦争があると思うと、ファミリーたちは興奮して、武器や車両を蓄えて、射撃訓練にも励んだ。 ついにはマンソンが殺せといえば人殺しも辞さない、殺人集団へと変貌していくことになる。1969年7月、自宅に2万ドルの遺産を隠しているという噂があった、ゲイリー・ヒンマンという麻薬の売人で、音楽教師の元をマンソンファミリーのメンバーであるボビー・ボーソレーユ、スーザン・アトキンズ、メアリー・ブルンナーの3人と訪れた。金が見つからなかっためボソレーユは、 マンソンの命令で、貧ン,ンをナイフで刺殺し、貧ン,ンの地で壁に政治豚とかき殴り、黒人解放組織、ブラックパンサー等の仕業に仕立て上げた。間もなく、ボーソレイが、車両セットをメアリー・ブルンナーもクレジットカードの不正利用で、逮捕された。これに、危機感を持ったマンソンは、数件の残忍な殺人事件を計画し、ファミリーのメンバーであるテックス・ワトソン、 スーザン・アトキンズ、パトリシア・クレン・ウィンケル、リンダ・キャサビアンに実行を命じた。これがマンソンを象徴する有名なテトラビアン化殺人事件である。1969年8月9日、ロマン・ポランスキーの妻で当時妊娠8ヶ月だった、女優のシャロン・テートと元婚約者で、世界的なヘアスタイリストのジェイ・セブリング、夫、ポランスキーの親友ボイテック・フライコースキー。 その恋人で、コーヒー財閥の相続人、アビゲール・フォルジャーが自宅で残殺され、数日後、同じ手口で、スーパーマーケットチェーンのオーナーだったラビアンカ夫妻が、殺された。サンクエンティン州立刑務所でのマグショットこの事件から一週間も、たたのうち、警察が、車両窃盗の疑いで、スパーン牧場に、家宅捜索を行って、マンソンは、他のメンバーたちと共に逮捕された。 ただしこの時点で警察はマンソンファミリーを殺人事件の容疑者だとはみなしていなかった。しかも証拠不十分で全員釈放となっている。捜査が急展開を迎えたのは10月になってからだった。貧満殺しの防措令の恋人であるキキルートシンガーが逮捕され自分の無実を証明するためにファミリーの悪行を白状した。そして別の軽犯罪で 逮捕されていたスーザン・アトキンズが、帝都事件の真犯人は自分だと同房衆に自慢した。この同房衆が、監修に密告して、そこから、芋づる式に実行犯やマンソンの逮捕につながった。マンソンは、取り調べや裁判では、殺人を指示したことを認めず、自分に浸水したメンバーが勝手に暴発しただけだと、主張した。共に裁判を受けた三人の女性信者も従ったが、 事件に罪悪感を感じていたリンダ・キャサビアンは、検察側証人として証言し、マンソンを激怒させた。後半中は、検察や証人、世間を長老し、マスコミから注目を集めた。マンソンは自ら殺害を実行することはなく、テトラ・ビアンカ殺害事件に関しても実行犯は3人の女性信者で全員が終身刑となり、 マンソン自身にも1971年4月19日に死刑判決が下された。しかし続く1972年2月にカリフォルニア州では死刑制度が一時的に廃止されたため、これは自動的に終身刑に減刑された。後年同州の死刑制度は復活したが、マンソンには影響が及ばずカリフォルニア州刑務所で服役していた。獄中では、 最後まで罪を認めず反省や後悔、謝罪はなかったが、悪のカリスマとして、ファンレターが大量に届き作詞、作曲に励んだ。1981年、極中のマンソンは、事件後発のテレビインタビューに応じ、たびたびマスコミから取材を受けた。服役中にたびたび仮釈放申請が出され、その度に、マスコミの関心を集めている。2007年の仮釈放に向けて、 通算11回目の申請を行ったが、依然として他者に理不尽な危険を及ぼしており、接触する人間に危害を加える恐れがあるとして却下された。また、2012年には通算12回目の仮釈放の申請を行ったが、却下されている。2014年11月、9年前からマンソンと交流を続けてきた26歳の女性が、自分は、 チャールズ・マンソンの妻だと CNN のインタビューに答えており、極中結婚の手続きに入ったことが報じられたが、女性がマンソンの遺体をガラス張りのショーケースに収めて、ロサンゼルスで陳列し、大儲けしようと企んでいたことが発覚し、婚約は解消された。2017年1月1日、胃腸出血のため、カリフォルニア州の刑務所から、 ベーカーズフィールドのマーシー病院に緊急入院した。ある情報筋はロサンゼルスタイムズにマンソンは重病であると語った。彼は1月6日までに刑務所に戻った。彼が受けた治療の内容は開示されなかった。2017年11月19日にカリフォルニア州ベーカーズフィールドの病院にて急性心筋梗塞で死去。83歳没。 マンソンの裁判と有罪判決以来、マンソンの名とそのイメージはアメリカンポップカルチャーにおいて負のシンボルとして広く知れ渡り、そのイメージは多くの音楽家や芸術家によって用いられた。例えば、マリリン・マンソンはマリリン・モンローを美の象徴、チャールズ・マンソンを悪の象徴と捉え、それを合わせた名を芸名に名乗る。成功することはなかったが、マンソン自身は、 音楽家であり、いくつもの歌を作っている。殺人事件が明るみに出る以前、彼は、ザ・ビーチ・ボーイズのデニス・ウィルソンをはじめとする著名な音楽家と友人関係にあった。マンソンによれば、ビートルズの楽曲、ヘルター・スケルターは、マンソンの画作した同名の目視、人種間の戦争、殺人を引き起こすことを想定した曲であるという。彼に関連するロックと、 大衆文化による悪名を得た当初から、マンソンは狂気、暴力、そして恐怖の象徴となった。最終的に、この単語は、マンソン裁判の担当検事で、後に作家となったビンセント・ブーリオ氏が書いた、マンソンの殺人についての著書、ヘルター・スケルターの題名に使われた。これは1976年に、ヘルター・スケルターとして、テレビ映画化され、 スティーブ・レールズバックがマンソンを演じている。2019年にはこの事件をモチーフとした映画ワンスアポ p o タイムインハリウッドが公開された。監督はクエンティン・タランティーノ。出演はレオナルド・ディカプリオ、ブラッド・ピットラ。マンソンはデーモン・ヘリマンが演じている。ライありがとうございます。